りました。ハレルヤ。それでは最初にですね、イエス様の十字架の御業を覚えて、皆を掲げて、これをまず賛美してまいりましょう。皆を掲げて、あなたをたたえます。救いのために、あなたは来られた。救いの道を賛美しましょう。皆を掲げて、あなたをたたえます。救いのために、あなたは来られた。救い天のお父様、あなたの十字架の御業、その恵みを心から感謝いたします。本当にここ2ヶ月ほど、私たちはそれぞれのところで、またインターネットを通して礼拝してきましたけれども、今日このようにイエス様、あなたが再び私たちをこの場に集めてくださって、ハレルヤ、共に礼拝する、そのことの、また回復をあなたがこの日にもたらしてくださったこと、本当に感謝いたします。今日はくしくもペンテコステの日、聖霊様、あなたが下ってきてくださったこのことを記念する、このような日に私たちに回復の一歩を与えてくださり、心から感謝いたします。イエス様、今はまだこうして5部の第5回の礼拝にこう
分散して私たちはしている状態ですけれども、イエス様、あなたのもとにまたこうして来れたことを心から感謝いたします。この今からの第5部礼拝、大いに祝福してくださいますように、またメッセンジャーが語られるその御言葉を私たちが心から受け止めて、また実行していくことができるように助けてください。ハレルヤ、今日のこの第5部の礼拝を大いに祝福してくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。アレルヤ。それではお差し支えない方はお立ち上がりくださって、ペンテコステの日にふさわしく聖霊様を迎えてまいりましょう。来てください。聖なる求めます、あなたを心を
こんばんは。ある方はお久しぶりです。ある方はもしかしたら初めましてかもしれません。クリスチャンライフは今日から一緒に集まって礼拝を主に捧げる、そのような形に戻ったこと、本当に主に感謝いたします。ただある礼拝で集中するできませんので、しばらくの間、先ほど司会者の方も言ってくださいました、五部制に分かれて、まあ、通常ですと夕方礼拝6時からするんですけども、5時から五部礼拝ということでしばらくの間させていただきます。今日は先ほど話にありましたペンテコステの日です。聖霊様が注がれ、教会が誕生した、ある意味教会の誕生日です。
で、と同時に実はこのペンテコステ五旬節というのは、そうです、実は収穫をお祝いするこの祭り、旧約聖書ではその祭りです。主は私たちを、実は教会をですね、私たちを召してくださったのは、主が願われる収穫の働き人として私たちを召し出してくださった。イエス様がおっしゃいました。収穫多いけれども働き人は少ない、ですから収穫の主に働き人を送ってくださるように祈りなさい、願いなさい。まさに教会はそのために主が召してくださり、教会というのは建物の話じゃありません、私たちのことです。愛する兄弟姉妹のお一人お一人皆さんのことで、私ももちろん含まれているんですけども、そのですね、ことを主が今日私たちに語ってくださっていると信じます。今日の聖書の箇所は詩編の34編の8節、詩編の34編です、ごめんなさい、34編の8節、詩編の34編の8節、パワーポイントも出ますので、もしよろしければ全部ご一緒に声に出して読んでいきましょう。はい。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。お祈りさせてください。愛してくださる天の父なる神様、あなたが2000年以上前にあの集まった弟子たちのところに聖霊を注ぎ出したり、彼らが聖霊に満たされ、聖霊の注ぎを受け、そしてあなたが教会を始めさせてくださり、何よりもイエス様、あなたご自身の証人で彼らがしっかりと立ち上がってあなたを大胆に証ししました。そのように聖霊様、今日もあなたが必要です。どうぞ今晩私たちにも同じ御霊様を歌ったように注いでくださり、主はあなたのことをもっと深く知ることができますように、あなたご自身をもっと味わうことができますように、そしてあなたを知ってあなたを証しするものへと私たちをますます作り変えてくださいますように、よろしくお願いし、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。この聖書の箇所、ね、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、こういう便利な時代になってきましたので、いろんなことを見たり聞いたりすることは多いかと思うんですけども、でも実際に体験するとか味わうというのはもっと大切なこと、いや最も重要なことの一つではないかなと私は思います。神様の不思議な導きと神様の大いなる恵みで、私と妻は結婚してすぐにカナダに行かせていただき、カナダで学ばせていただくという機会をいただきました。初めてカナダに行った時が8月の終わりです。でカナダは実は日本よりも緯度が非常に高いところにありますので、夏は日がものすごく長いんです。逆に冬は非常に日が短いんです。この日というのは昼間の長さの話をしています。太陽が出てから沈むまでの時間が夏はものすごく長くて、冬はものすごく短い、日本と比較してですけれど、で夏の8月の終わりに行かせていただいて、実はカナダのうちで初めて乗馬というもの、馬に乗って30分ぐらいですね、その森のようなところをですね導かれて行くのを経験したんですけれども、気がつくと夜の8時、ところがまだ日本でいうと夕方の5時ぐらい、まだ明るいんですね。驚きました。え、こんな時間でも、で実際日が暮れるのは9時ぐらいに日が暮れるわけ、朝ももう4時ぐらいからもう外が明るいというようなことでして驚きました。で先ほど言いました、今度は逆に冬はと言いますと、私たちが住まわせていただいたのは穀倉地帯、大草原の小さな家が出てきそうなようなところで、笑い話ですけれども、町は人口1000人、町ですよ、日本だったら村です、人口1000人の町があるんですけども、ちょっと離れるとひたすら小麦畑で、
マージョリー先生もそういったカントリーがあるとおっしゃったんですけども、お隣の家まであるところの本当に5キロ先とか隣の家にもっとというようなところで、私も話には聞いてました。何もないよ、行ったら何もないよって、いやそんなことはないでしょうと思って行って、本当に実際行ってみたら、もうここから本当にそのバス停ぐらいまでがメインストリートで、そこからその後何もないと言ってもいいぐらい何もないんです。びっくりしました。本当にないんです。でそこで、まあ、学ばせていただいたんですけれども、ですから冬はものすごく短いですね。ですから学校が早いと朝の8時半とかからスタートするんですよ。まだ真っ暗なんです。え、ちょっと待ってくださいっていうぐらい真っ暗です。でもう4時ぐらいになるともう日が落ちてしまうんです。時にはもう本当に2月ぐらいが一番寒いんですけれど、ある日なんかはもう太陽出てるんですかって、ずっと夜がずっと続いているような感じですね。その時初めてマイナス40度とか、皆さん想像つきます？もう私も話には聞いたんですけど、実際に行ったらその住んでらっしゃる方が先生に脅されました。絶対に今皆さんマスクしてますけど、そのマスクで不十分なんですよ。もう銀行強盗取ったらちょっと言葉悪いですけども、それぐらいもう目だけ出したらここ肺がやられてしまうから、もう口をしっかりとガードして目だけで、でも実際目も涙がですね凍っちゃうぐらいの風になるんですね。ですからそのですね、顔もここもしっかりガードして、わずか歩いたらもう5分ぐらい、いや極端だと2、3分でも歩くのは危険だから、エンジンかけて車でいわゆる暖気運転して5分10分15分かかっても、それに乗って1分で必ず行きなさいと言われて、15分ぐらい待って、10分15分待って1分で車で行って降りると、じゃなかったら肺がやられますよというようなところを、まあ、実際に経験させていただきました。ですから昔、若い方はご存じないんですけど、昔 CM でものすごい寒いところでバナナが凍って、凍ったバナナで釘を打てますって CM があったんですけど、それが CM じゃないです。本当に大事なのはその中でもエンジンオイルが凍らないっていう、まあ、そういう CM があったんですけども、冗談抜きで本当にバナナ、凍ったバナナで釘が打てるんじゃないかな。いわゆる皆さんお持ち の、まあ、名前出して清涼飲料水、まあ、ここから名前出してますけど、清涼飲料水とかをそれマイナス25度とか30度で外に置いとくと、もう10分ぐらいでもう凍ってしまう。話には聞いてました。でも実際にそれを見た時に本当に凍ってる、でしかも膨張してるわけですね。本当に膨張してるっていうのを、まあ、実際に体験させていただきました。ある方はうなずいてらっしゃる方、それに近いことを経験された方いらっしゃるし、ある方は何の話をしてるんでしょうかと。でもこれ実際に私がこの目で見て、この目で聞いて、この体で実際に体験させていただいてから、このようにお話できます。今いろんなインターネットで、それこそこの礼拝も、世界中で実は見ることが可能なわけです。もしかしたら皆さんがスマートフォンでやっているものは、ついこの間私も感動しました。ある家庭集会が今 Zoom でやってるんですけども、まあ、オーストラリアに引っ越した方とですね、時差がほんのちょっとしか違わないということで、お画面上でお久しぶりですなんていうようなことをさせていただいて、すごく感動しました。でも顔が見れるだけで実際にその方に触れることはできないわけですけれども、今感謝のことにいろいろ見たり聞いたりして、そういわゆるバーチャルっていうんですか、仮想でいろんなことをすることができる、すごく便利な時代で感謝なんですけれども、それも素晴らしいことなんですけども、でも私たちが実際に体験する、経験する、味わうということは非常に大切なことです。有名な聖書の箇所で、この使徒の働きの2章というところに、まあ、聖霊が、ね、望んで人々が新しい言葉を語った、他国の言葉を語り始めた、その異言が出る云々にも何にも彼らに聖霊が注がれて力が望んで、
使徒の働きの一章の八節に書かれているように力を受けてイエス・キリストの復活の証人として彼らが立ち上がってイエス様のこのメッセージを、この十字架の死と葬りと復活のメッセージを、それが私たちの救いのためにこのイエス・キリストをメシアとして救い主として信じる者が救われるということが、そのメッセージを彼らはそれまでは聞いてはいたけれども、それが一体何なのか分からなかった。聖書を一度開いてみたいと思うんですけれども、この使徒の一章の4節5節にイエス様が天に昇られる前、すなわちイエス様が復活されてから天に昇られる時に、昇られる直前にこのようにおっしゃったわけです。一章の4節にこう書いてあります。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。私から聞いた父の約束を待ちなさい。あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。今私たちはこのクリスチャンライフというのはペンテコステ派と言われる教会ですし、その聖霊体験を大切にしてますし、そういったのを経験された方多くいらっしゃると思うんですが、この時はイエス様が語られました。でもそれが一体何なのか弟子たちはよく分からないで聞いてはいました。イエス様が復活したイエス様目の前で見ます。でもイエス様はその後天に帰られて見えなくなってしまうわけです。一体それが何なのか分からない。でこの後弟子たちはこの今使徒の働きの一章の4節5節を見ましたけれども、今度一章の14節に移っていきましょう。使徒の働きの一章の14節のところに、これもしよろしければ一緒に声に出して読んでいきましょうか。はい。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していた。アーメン。この人たちは弟子たちのことですけれども、まあ聖書ではまあ、おそらく120人の人が上の間に集まって祈りをしていて、しかも祈りに専念していて、ある聖書の訳ではその祈りに専念していたと訳されています。その祈りとは何かと、実は聖霊が下ってくる、聖霊を受けるということが約束だから、この約束を彼らが祈っていたんだ。聖書で神様が数多くの約束をしてくださっています。もちろん主はそれをすぐに成就することができますが、でも不思議ですけれども、私たち神の民クリスチャンにそれを祈るように、それを求めるように、それをしたい求めるようにと主は願っておられ、その祈りに主は応えてくださる。私はですからこの時彼らはよく分かっていませんでした。それが本当に聞いてはいたけど、それが何だか分からない。でも主がイエス様がそれを祈りなさい、それを待ち望みなさい、それを受けなさい、だからよく分からないけども、イエス様がですね、復活されイエス様がおっしゃったように彼らは祈り始めて、そして有名な使徒の働きの2章に入って行くわけです。今日は時間の関係で2章を全部は申し上げませんけれども、彼らが祈っていて、ちょうど五旬節の時にイエス様を復活されたが、50日目の時に、そうです、聖霊が下ってきて、先ほど申し上げました、新しい言葉を語った、異言を語っただけではなくて、大胆に立ち上がってイエス様の福音を述べ伝えて、イエス様は復活を大胆に証しして、そして人々が心を刺されて主の前に悔い改めてイエス・キリストを救い主
メシアとして受け入れ、そしてその受け入れた人々もこの賜物としての聖霊をいただいて、弟子たちと同じように変えられていって、教会がますます立て上がっていって、福音が述べ伝えられて、今私たちがこの日本という地でこのイエス様の福音に預かって、また私たちもお隣の方に、お近くの方に、もしくは今なんか本当インターネット遠くの方にイエス様のことをご紹介する、明かしする、そのように主が私たちを召し出してくださり、導いていてくださいます。そうです、弟子たち、そしてこの集まった人たちもイエス様がおっしゃった約束がなんだかよくわからない、でも主が祈りなさいと言ったから、待ち望みなさい、力をあなた方は受けるから、とあのルカの福音書の24章では書かれているんですけども、それを待ちなさいと言われて、彼らは待って、ただじーっと待ってたのではありません、祈って待っていたわけです。で実際に何が起きたかというと、今ですね、2章の33節のところに、そこにも要約されていることがありますので、その聖書の箇所をご一緒に読みたいと思います。2章の33節ご一緒に読んでいきましょう。はい、ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。彼らがその朝の本当に9時から酔っ払ったんじゃないかなっていうように思う人もいる。でも明らかにさまざまな当時の国の言葉でこの神様の御業を褒めたたえる言葉を発しているのを見た時、人々はもう驚いた、恐れた、驚き惑った、いろんな表現書かれていますけども、それをいや実はこれはそうなんです、父から約束された聖霊をですね、イエス様を受けて、それを今私たちに注いでくださったんですよ。あのヨエル書の約束の2章のところにあるように、終わりの日に全ての人に主は霊を注がれている、あの約束が今まさにここに起きてるんですよ、ということをこのペテロをはじめ、ペテロが語った時に弟子たちも立ち上がったので同意して同じ証しをしたわけです。私の話をさせていただきますけども、私自身にもこういう聖霊体験というのをさせていただいたことがあります。長くなるのをなるべく短くするんですけども、これ話すと本当に長くなるんです。実はでも神様が長いということは、私の人生のほんのわずかなくて本当人生の中に働いていてくださるということを、明かしすることもできるんですけども、時間の関係で今日はちょっと短くします。私が大学生の時に、私大学は東京の方の大学に行かせていただきました。大学東京の方に行けるので嬉しくていろいろあったんですけども、そう、あの笑い話ですけど、日曜日だけクリスチャンでした普段はというと、あの世の中の人も本当に変わらないような生活をしていたんですけれども、主は良い方です。私が主の方に向くように、今だからこういうふうに申し上げます。私がすることなすことがことごとくうまくいかなくなったわけです。大学1年生2年生3年生となればなるほど、あの勉強もうまくいかない、人間関係もうまくいかない、アルバイトもうまくいかない、あれもこれももうことごとくいろんなものがだん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 うまくいかなくなってきまして、もうね、その時は主に頼るとか聖霊さんのためてよく分かってなかったので、とにかくもうがむしゃらに何とかしなきゃ何とかしなきゃと思ったので、もうでも、もう大学3年生の終わりの方になるともうどうしようもならなくなってしまいまして、もうですから、もうある今でも忘れません、もうあるあの一人暮らししてたんですけども、そのアパートに帰ってもうあの、ね、思わず神様向かって叫んだんですよね。もう苦しくて苦しくて辛くて、もうやることなすことうまくいかなくて、ですからもうこういうんですね、神様のバカ野郎って、いるなら出てこいって、もうあの本当にこんなこと皆さんあの祈ってくださいって言いません。でもあの私のもう本当に心の正直な心の丈です。もう辛くて苦しくてもうどうしようもできなかった時に、そういうふうにもうあの言っちゃった、叫んじゃったっていうか、もう、言ったんです。主は真実な方です。あの今日は時間のかけで話しますけど、数ヶ月後です、今でも日にち覚えてるんですけども、7月のある日ですけど、私が
それこそ一人でアパートでいるときに、まあ、祈ってたんでしょうかね、聖書読んでしょうかね、そこだけちょっとはっきり覚えてないんですけども、夏の暑い日 の昼下がりでした。主がこんなふうに私に語りかけてくださいました。あなたは人の顔色をばっかり気にしてるけど、私の顔色を気にしてくれないのかって、私の御顔を求めてくれないのかいと。その後です、もう本当に聖書に書かれているんですけど、聖霊が注がれるということがぴったり、まさにこの御霊様がこのものの本当にもう一人でお家にいるので、あれですけど、私にもう注がれて、もう滝のように注がれたとしかもう表現しようがないことが起きました。でその時に私がどれだけ主に愛されているのか、しかもイエス様の十字架もはっきりとしています。あれ、いかに私が罪人であってイエス様の十字架が必要なのかということを、まさに聖書に書いてあるんです。御霊のことは御霊によって理解する、御霊のことは御霊によってわきまえるってあるんですけど、まさにそのことを経験して、今まで一生懸命なんか勉強したらわかるんじゃないか、一生懸命調べたらなんかわかるんじゃないか、誰かが何か聞いたらわかるんじゃないか、もちろんそれもあるかもしれませんけど、まさに聖霊様によって超自然的に主を体験させていただきました。そしてそれまで教会に行きなさい、私の母はクリスチャンだったんで、ね、日曜日は教会に行きなさい、とかね、牧師先生行ったらですね、毎日祈りなさい、聖書毎日読みなさい、私が皆さんに言ってることかもしれませんけど、ね、それを私自身言われて、正直って心の中で、顔ではニコニコしたかもしれませんけど、心の中でって正直思ったわけです。なんで読まないといけないの、なんで祈らなきゃいけないの、なんでって思っていたんですけども、でもその聖霊様が注がれた時に、もう祈りたくて仕方ないに変えられました。もう本当に神様を賛美したくて仕方ないに変えられました。もう聖書が読みたくて読みたくて仕方がないに変えられました。まあその夏ですので、ちょうどいわゆる学生で夏休みで時間があった、神様の恵みです。ですので1ヶ月半で、それまで聖書全く全部読むことができなかったのに、1ヶ月半で文字通り創世記から黙示録まで気がついたら読み通していて、前も話したかもしれませんけど、私の中でそれまでは旧約聖書は怖い神様、新約聖書は優しい神様って本気で信じてたんですけど、いえそんなことないんです。旧約聖書に神様の恵みが示されてますし、新約聖書で神様の裁きもはっきりと書かれてます。実は旧約新約も同じ主がいらっしゃるんだということを、私がこの御霊さんを受けた時に知りましたし、その後も本当今思えばノートに取っときゃよかったんじゃないかなっていうぐらい、いろんなことをもう示されて、いろんなことをですね、教会のその当時で言うと、それは神様からだみたいなことを言われたことあって、本人は全然分かってないですよね。いろいろペラ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 喋ってるんですけども、そんなことを経験して、その後です、大学で、それまではその外に出て行って伝道するなんていうことなんてもうできませんっていう男だったのが、それも一緒に外に出て伝道するっていうふうに主が私を完全に変えてくださいました。ですからイエス様のことをこんな正々堂々と語るっていうことはちょっとみたいなところ正直あったんですけども、全く私自身変えられて、イエス様のことを皆さんにお伝えしたくて仕方がないっていうふうに本当にまさに変えられてしまったわけです。主のこの素晴らしさを味わっちゃったんです。もちろんその後順中満帆でなくても、本当に山あり谷ありもいろんなところを通りました。失敗も山ほどしました。もう悔い改めもいっぱいしました。はい、でも主が憐れんでくださって、今このように私を導いてくださってるわけですけども、それは私だけの話じゃないと思います。愛する兄弟姉妹皆さんにも、主は私をもっと味わってほしいと主が願っていらっしゃるんではないでしょうか。ある方はきっと、いや私はこんだけ勉強しました、こんだけね本読みました、もちろんそれも大事です、それを否定しませんし、いやね、いろんなことを通りました、経験しました、もちろんそれも否定しません、大事なことです。でもそれと同じように、いやそれ以上に主ご自身を聖霊様によって味わう体験
するということをものすごく大切だということです。ちょっと違う話をします。さっきの学生時代なんですけども、私が大学1年生2年生の時に神奈川県の今もありますが相模原市というところに住んでいました。で相模原市にちょっとお店の宣伝になっちゃうんですけど、まあ餃子屋さんで満金というところがありまして、そこの餃子は揚げ餃子なんです。すごいですね。フライパンで普通は焼き餃子なんですけど、油いっぱい入れてそこに餃子、ほとんど焼き餃子というのが揚げ餃子なんです。ところがその揚げ餃子の焼き餃子はものすごく美味しくて、でその当時も今はもう物価がかなり変わってしまったのでなんですけど、当時確か餃子が10個当時もう二十何年前の話、もう30年近く前の話ですよ。今と全く違いますからね。その当時餃子10個で280円だったかな、今でも信じられない値段なんですけども、ですから週最高で週3いや週4通ってたこともあるんですけど、ところが名古屋戻ってきてしばらくしたらその姉妹店があるということを知って、某天白か言っちゃったにあると言って名前は違うんですけど行って思わず行きました。味一緒でした。美味しかったです。もうお店の話でしょうがないですよね。なんでこんな話をするかというと噂で聞いてね、ここの店美味しいよって実際に行ってやっぱり美味しいから皆さんに言うわけですよね、っていうことを申し上げたいから今言ってるんです。で実はこんな話を聞いたことがあります。まあ、確かこれイギリスの話なんですけども、イギリスである、方が素晴らしいスピーカー、講演する方がイギリス中を回って講演をしたそうです。どんな講演、そのお話をしてたかというと、神はいない、神は存在しないということを彼はですね、もう一生懸命述べ伝えていたそうです。である会場に行きました。で彼はですね、その弁説ね、素晴らしく神はいない、神なんかいないということを証明して一生懸命言っていたわけです。そうするとその会場の一番後ろにかなり年を召した男性の方がオレンジの皮をですね、なんか剥いていたそうです。そしてまあこの講演した方が終わりました。そしていわゆる質疑応答の時間になったんですけれども、まあ、その質疑応答の時間になったら、このお年寄りの方、年を召したこの男性の方がですね、このオレンジを持ってつかつかつかとやってきて、なんと壇上に上がってですね、まだこのオレンジの皮を剥いているわけです。で当然ですけども、このね、私みたいに前に立って喋っている方はだんだんだんイライラしてくるわけです。でしかもただ黙って顔向いているので、そしてついには言って、あなたは一体何しに来たんです、何か質問なら言ってくださいと。で聴衆の人たちは当然この人一体何するんだろうってちょっと様子をね伺っていたそうなんです。そうしたらこのお年をね召した男性の方がいきなりこのみかんとかオレンジの皮を剥いたと思ったら食べ始める、そのですね前で食べ始めるんですね。食べ始めて食べ終わりました。そしてこの講演ねスピーカーの人に向かっていました。このオレンジは味は甘いですか、酸っぱいですか。このスピーカーの人は怒っちゃいましたね。そんなの分かるわけないじゃないか、私は味わってないんだよって。そしたらこのお年を召したオレンジの皮を剥いて食べてた男性がいました。そうですよね、それと同じように神様を味わっていなかったから、いるかいないかわからないですよね。皆さん分かっていただけましたか。主が願っているのは私たち主ご自身を味わってほしいということ、体験してほしいということ。でも聖書ははっきり、主を求める者には主はご自身を明らかにしてくださいます。
これは水野先生も本当におっしゃっておられますけども、主はエコひいき本当になされない方です。ただ大切なのは私たちの側で本当に求める心があって、それ主よあなたが本当に必要です、まあ上乾くって言葉を使ったらいいんでしょうが、英語だとハングリーって言葉とかサースティーって言葉ありますけど、あなたが必要なんです。この今日はペンテコステの日曜日ですけれども、主は私たちにもちろんこの聖霊の恵みをすでに味わった方もいらっしゃいますし、これから味われる方もいますけれども、でも私はあえて申し上げます、ぜひ味わった方はますます主ご自身を求める方、主ご自身が願っておられます。なんか話だけ聞いたことあるけど、ぜひ体験してくださることを、ですから主ご自身を求めることを、もちろんいろんな話を聞かれてます、異言が必要です、予言が必要です、もちろんそれもそうかも、でも主ご自身を、愛の神であり義の神で清い神であり憐れみの神であられる主ご自身を体験していただきたい、経験していただきたい。私に経験あるんですけど、時にはもしかしたら何も問題ない時じゃなくて、問題のただ中で自分が一番落ち込んだただ中で、一番苦しいただ中で、もう何もできない、ニッチもサッチもならない、どうしようもないただ中で主ご自身を経験するということがあるかもしれません。でも主はあえてそこに、私がそうであったように、別に私の真似してくださいとは言いません、でも私たちが砕かれるために、私たちがへり下るために、あえて主はそれを許可されることがあるんだ。いろんな方の、私自分だけじゃなくて、いろんな方の経験を聞きながら、私たちが主の前で決して誇ることができないようにするために、主は私たちをあえてそういったところを通されて、その苦しみを通ったことによって、あの詩篇の119編にありますけれども、苦しみを通して主はあなたの御言葉を知りましたということを私たち経験させていただき、苦しいこと、辛いこと、ああ私はダメだ、もう終わりだと思っている時にこそ、主ご自身を私たちに表してくださるお方だということ、ぜひ主ご自身をますます主体求めていこうではありませんか。クリスチャンライフ、本当にキリストの命、イエス様はおっしゃいました、私の語った言葉は霊であり命です、ヨハネの福音書の6章の63節ですけれども、私たちもちろん知識も必要です、情報も必要です、でも一番大切なのは私たち命が必要です。ぜひ今晩も明日も明後日も、この命の言葉、御霊様の言葉である聖書の言葉を、御霊様によって霊感された命の言葉を、ぜひ毎日毎日一時一時吸収されることをお勧めします。分からなかったら分かりません、最高の教師である聖霊様が私たちに教えてくださいます。ぜひ今日のメッセージは、文字通り主を味わうということをますます体験していただきたいことをメッセージさせていただきました。ぜひこのペンテコステの日のみならず、明日も明後日もぜひ主ご自身を主体求めてまいりましょう。お祈りさせてください。愛してくださる天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださり、私たちを恵もうとあなたご自身の方で立ち上がってくださっていますから、ありがとうございます。でもあなたはおっしゃいました、求めるならば与えられる、探すならば見つけられる、叩くならば開かれる。どうぞ私たちがあなたを一回求めて終わりなく、求め続けて探し続けて叩き続ける私たちでありますように。主は私たちが求めることを通して、私たちが本当にあなたを求めているのか、そうじゃないかを、主よあなたが私たちの思いや心や生活を探ってくださいますから、心からありがとうございます。このペンテコステの日曜日、聖霊様が注がれて、聖霊様によって教会が誕生したと同じように、私たちにもどうぞあなたの約束の御霊さをますます注いでくださって、
イエス様の似姿へと私たちを作り変えてください。そしてあなたの願われるこの御霊の賜物で私たちを満たしてくださり、あなたのご栄光を表すものへとますます私たちを作り変えてくださいますように、私たちの語る言葉や私たちの行動を通してイエス様あなたをご紹介し、あなたを証しし、あなたを見てるとイエス様を見ています、そんな風なものへと私たちをますます作り変えてくださいますように、心からよろしくお願いいたします。どうぞお一人お一人の上に知恵と啓示の御霊様がますます豊かに注がれ、あなたご自身をますます知ることができますように、味わうことができます、味わい知ることができますように、あなたがどれだけ素晴らしいお方で良いお方であるのかを味わい知る私たちでありますように、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日今から献金礼拝の時を持ってまいります。今までの献金のスタイルとは異なってですね、前の方に献金のカゴを用意してありますの で、 ですね、ピアニストの方に来てくださいをですね、歌いながらお一人お一人前に出てくださり、この過去のところに心に決めた額を捧げていただければと思います。短くこの献金の祝福のためにお祈りさせてください。愛してくださる天のお父様、イエス様、あなたが私たちに初音として初物としてあなたご自身を捧げてくださいました。ありがとうございます。あなたのこの恵みに感謝して、信仰を持って本当に感謝を持って今からあなたの前に献金をお捧げします。また十分の一をお返しいたします。この献金を十分の一をあなたの御手の中で納めてくださり、あなたが祝福されるときにあなたがそれを増やしてくださるお方、あなたのご栄光のためにこの献金が豊かに用いられますように、捧げられるお一人一人があなたの豊かさを聖書に書かれているようにますます体験されますように、イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではこの歌いながらお願いします。じゃあ、聖なる御霊よ、あなた最後にアナウンスをさせていただきます。皆様の週報の中にクリスチャンライフ礼拝の参加登録というものがございます。来週も事前に登録をしていただいて、皆様がご希望される礼拝に出席していただくという形を取らせていただきます。もうすでにお気づきだと思います。席がこれだけ間隔が空いておりますので、このですね、礼拝堂に入れる人数が限りがございます。ですので、そのことを覚えてくださり、まあ、特に午前中の礼拝が数多くなりますので、まあ、ご希望されても万が一の場合他の礼拝に移ってくださいとお願いする場合がございます。あらかじめそのことをご了承いただければと思います。ぜひご協力いただき、いわゆる3密にならないようにということで、いろいろと準備させていただいております。ぜひ今
今もうすでに書かれた方いらっしゃるかもしれませんけど、今日ここにも別がペンがついておりますので、今日書いてくださって後ろに回収箱がございますので、この回収箱の中に入れてください。クリスチャンライフのこの連絡網に登録されている方にはメールが今日行っているはずですので、まあ万が一これ紙書くの忘れました、もしくは今日この礼拝に来ることができない方で連絡取れる方いらっしゃいましたら、そのような連絡を取っていただければと思います。実は明日が締め切り終了になりますので、もしですね、この方ご存知ないんじゃないかといったらご連絡していただければと思います。よろしくお願いいたします。最後に祝福のお祈りさせていただき、このご礼拝終わってまいります。イエス様、あなたの恵みが、父なる神様、あなたのご愛が、聖霊様、あなたとの親しい交わりが、この夕べあなたが引き寄せくださったあなたの愛されるお一人お一人の上に、今晩も常しえまでも豊かにありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ぜひ修法も他の箇所もぜひ詳しくお読みになって、礼拝とご確認いただければと思います。この、本日の5月31日のご部礼拝を終わってまいります。感謝します。ありがとうございました。